Bonjour! 皆さんこんにちは。アンサンブル講師のやすこです。今日もスタッフのみきさんと一緒にフランスのスーパーで販売されている一般的な朝食、それにまつわるフランス語の表現を紹介します。ではみきさん、今日もよろしくお願いします。お願いいたします。さて、フランスの朝食といえば、まずこの大きなボウルいっぱいに紅茶やコーヒーを入れていただくんですけれども、今日はこのリコレというパウダー状のコーヒーに似た飲み物でいただきたいと思います。ではこちらたくさん並んでいますけれども、こちらから紹介します。はい、なんじゃこりゃー、朝ごはんになんとクレープ。はい、実はフランス人の皆さんね、朝からクレープを召し上がる家庭も多いので、このようにもともともう焼いてあるクレープが販売されています。では中も見てみましょうか。じゃじゃん、すでに焼いてある形で一袋12枚入ってますね。じゃあこちらプレーンでいただいてみましょうか。本来ならジャムを塗って食べるんですよね、チョコレートニューテラとか。そうですね、たまんないですね。頂戴します。いただきます。なんかふわっと甘いけどくしつこくなくて、しつこくないですね。何かやっぱり塗って食べるのもいいかもしれません。フランス流朝ごはん、なんとクレープ。いやこれね、みんな日本人の方とか私も含めて衝撃的でしたね、朝クレープ食べるってね。はい、ではフランス人はクレープを朝食に食べるという表現を勉強しましょう。Les Français mangent des crêpes au petit déjeuner. Les Français mangent des crêpes au petit déjeuner. Les Français mangent des crêpes au petit déjeuner. Les Français mangent des crêpes au petit déjeuner. そして先ほどミキさんがおっしゃっていた、これは甘さ控えめで食べやすい、そんな表現もご紹介します。Ce n'est pas très sucré.Et ça se mange facilement. Ce n'est pas très sucré et ça se mange facilement. Ce n'est pas très sucré et ça se mange facilement. で、ちなみに、これ、一度封を開けて、ちゃんとジップロックとかに入れないと、カリカリで食べれなくなっちゃうので、ぜひ気をつけてください。はい、もし、これをそのまんまにしちゃった場合、これは時間が経って硬くなっているという表現も一緒にご紹介します。Ça a durci avec le temps. Ça a durci avec le temps. 硬くなっちゃったです。はい、本当にね、これ賞味期限驚くほど長いんですけど、ちゃんとジップロック入れないと、あ、賞味期限まだ経ってないのに硬くて食べれないっていう悲劇が起きるので、またフランス結構乾燥してますからね。ぜひ、日本ってすぐパンとかカビ生えちゃうじゃないですか。カビの表現知りたいですね。特に日本だったらカビってかなりパンに来ちゃうと思うんですけど、カビが生えたというような表現ご紹介します。 Il y a de la moisissureIl y a de la moisissure. 食べたくない。Il y a de la moisissure. カビが生えているという表現です。これはカビが生える前に食べ終わらないといけない。Ça doit être consommé avant que la moisissure ne se développe. Ça doit être consommé avant que la moisissure ne se développe.Ça doit être consommé avant que la moisissure ne se développe. では続きましてこちらです。ディパンオショコラですね。オルヴァン。これ実はパンオショコラがいっぱい入ってるんです。パン屋さんで購入するのと同じように2つのチョコレートバーが入っています。ちょっと柔らかいかな。そうです、柔らかいですね。じゃあ実際にまず切って中身を紹介しますね。ふわふわなパンオショコラといただきます。ふわふわで美味しいですね。あ、思っ
ったより甘さ控えめで、そんなに甘くなくて食べやすいですよね。そうですね、やっぱりチョコレートがブラックを使ってると思うので、朝のちょっとした糖分と爽やかな感じがいいかなと。あとこれね、私その2度楽しむんですよね。まずこのままでも美味しいし、ちょっと3時のおやつで焼いた状態で食べたりするんですよ。頭いい。いや頭いい。そう、確かにこれちょっと焼くとサクサク感が、サクサク感出て香ばしくなるんですよね。ぜひこのスーパーで買ったパンショコラをご自宅でサクサクにするためにオーブンでちょっと焼くといいかもしれません、これは焼いた方が美味しい。そんなフランス語の表現は C'est meilleur cuit. C'est meilleur cuit. C'est meilleur cuit. そしていやいや、このまま食べた方が美味しいよ。Ça a meilleur goût si on le mange tel quel. Ça a meilleur goût si on le mange tel quel. Ça a meilleur goût si on le mange tel quel. Ça a meilleur goût si on le mange tel quel. さあ、この2つの表現使ってみてください。続きましてこちらを紹介します。パンオレ、ミルクパンなんです。この状態で美味しそうですね、ふわふわな感じが、ほらふわふわでしょ。いただきます。うん、ふわふわ、美味しいですね。これ私あの3時のおやつとかで、半分に切って焼いてジャム塗って食べるとか、またシンプルなすごいね味なので、さっきミキさんがおっしゃったみたいにちょっと半分にして何かを塗ってみたいな、そういう食べ方もいいと思いますよ。ではこの最後残り3つを紹介したいんですけれども、安子先生すいません、これ朝他の方が誰かが食べてしまったんですけど、このフランス人の朝ごはんで忘れちゃいけないクッキー。クッキー、本当にクッキー、すいません袋開いてます。もう本当のクッキーです。本当のクッキー、チョコレート挟んである。そう、実はフランス人ね、朝にこのようなクッキーであったり、例えばこれも見てください、どっからどう見てもパウンドケーキでしょ。ガトーマーブレ、ガトーマーブレ、un gâteau marbré, un gâteau marbré。 はい、パウンドケーキ、そして、これは、ビスキュイですね。はい、クッキーに、さらにワッフル、はい、ワッフルですよね、どう見てもリエージュってあるでしょ、これはベルギーのやつです、いわゆるベルギーワッフル。はあ、っていうか日本人3時のおやつで食べるやつばっかりですよね。これね、朝ごはんコーナーに売ってるんです。ゴフル、ゴフル、une ゴフル、une ゴフル。これ私ちょっとパスなんでミキさん食べてもらっていいですか。はい、安子先生、甘すぎるチョコレートが苦手なんですよね。そうです、ちょっと甘いのいいんですけど、trop sucré pour moi っていうのはね、どう見てもワッフルですね。これは朝食です。朝食です、おやつではないです。じゃあ感想をお聞かせください。はい、チョコレートの香りすごいですね。わ、ちょっと胸焼けしちゃう感じですね私はチョコレートいらないかな、多分ワッフルだけで、それもしくは私だったら3時のおやつ系だけど、ちょっとこのチョコレートが私には甘すぎる感じかな。甘すぎだそうですすごい朝からどんと濃いな方は、そうですね、朝から甘いチョコレート大好き食べたいという方はおすすめですね。じゃあチョコビスケットはどうですか。あ、じゃあいただきます。割ってみます。どう見てもこのクッキーはさっきのより全然甘さ控えめですごく美味しいです。クッキーがサクサクして香ばしくて、チョコレートがちょっとブラック系で甘すぎないので、これ全然いけますね、こっちの方が。こちらのクッキーは朝ごはんでもいけちゃうようなお味だそう。ではどう見てもパウンドケーキ、ガトーマーブレ、私多分これもね甘いと思うんだ。ミキさん、お願いしていいですか。顔出ししてないのにグルメレポートやって申し訳ありません。顔出ししてるのに食べなくてごめんなさい
パウンドケーキ、マーブル版なのできっとね、カカオとか混じってるんでしょうね。アンガトーマーブレ。甘すぎでしょうか、甘さ控えめでしょうか、楽しみです。いや、私甘い気がするこれ。マーブルケーキです。お願いします。これも3時のおやつですよね、普通 ね。普通これ朝ごはんじゃないでしょう。朝ごはんって今日ケーキ食べます？私何でも食べられます。これ甘さ控えめです、めちゃくちゃ。うん、チョコレートの味もさっぱりしてるし、チョコレートじゃないところもしっとりしてるので、しっとりふわふわ、しっとりふわふわ、思ったより甘くなくて甘さ控えめで、なんか元気出る感じで、ズバリ朝ごはんに、朝ごはんに合いますね。ということでミキさんの太鼓判がつきました。では最後残りました、これはなんぞやブリオシェットというパンなんですけれども、これ皆さんブリオッシュご存知ですね。このなんとかシェットっていう風に最後の言葉が変わるのは小さいなんとかって意味なんです。なのでこれは小さいブリオッシュという意味のブリオシェット、ブリオシェット、ユンブリオシェット、ユンブリオシェットと言います。でこの下にねちょっと書いてあるんですけど、はい、見えますか、ペッピット、はい、これね、オペッピットデュショコラオレというふうに書いてあります。ショコラオレ、ミルクチョコレートのチップが入ってるというやつなんですね。ちょっとよく見てください。ペッピットっていうのがそのちっちゃい粒、チョコチップが入っているよという小さいブリオシュ、ちょっと潰れちゃってますね、ちょっとかわいそうな感じが。ちっちゃいブリオッシュ、チョコチップ入りです。いただきます。うーん、どうですかこれ。なんか、ミルクチョコレートも甘くてパンの生地も甘いから、私だったら焼くかな。ちょっとね、これは大人には甘すぎかもしれないですけれども、甘いのが大好きな方は朝から元気が出るのではないかなと思います。ね、ちょっとこれが多分ブラックチョコレートだったらいけるかなって、そう私も思いました。やっぱミルクチョコってねかなり甘いので、まあ、好き好きかなと。好き好きです、ね、うん、好みですね、うん、ということでいかがだったでしょうか。このビデオをご覧になって今すぐフランスのスーパーでパンを買いたくなった方も多いのではないでしょうか。ミキさん、今日もありがとうございました。お腹いっぱいになりました、ありがとうございます。お腹いっぱいでしたね。ぜひあなたも食べ比べをしてみてくださいね。ではまた次のレッスンでお会いしましょう。ボナペティ。お会いしましょう。お疲れ様です。